戻す。はい、そしたら今度はこれをね、肘をついて そこから足をつけます。そしたら恥骨をつけたままこうちょっと床から離れる。わかりますかね。そう恥骨をねつけたままこうふっと上半身を曲げるイメージです。で戻すの繰り返し。なんか地味にね大変ですね。そう腹筋にね効く感じがありますよ。でもね気持ちいい。戻す。あ、終わった。したら、左足じゃない、左手をついて、右膝をこう曲げて、お尻に足を近づけます。で、30秒間キープしましょう。この時も腰を反らないように気をつけます。ここがね伸びますよね。合ってるよね。伸びてる感じがあれば合ってると思います。ここのふ太もものね張りにも効くメニューなんで。はい、戻します。そしたら反対、左足を曲げて、そう、30秒間キープします。大臀四頭筋が伸びているそうですよ。嘘大腿直、読めない、大腿四頭筋。そう、なんかいっぱい筋肉あるんだね、太ももも。ここが硬くなると前っ張りの太ももになっちゃうらしいですよ。そう、腰を反らないようにね。そう、はい、 OK です。そしたら正座になります。今度はちょっときついらしいです。お腹をへこませて腰を何こう膝が浮かないように、正座からこの体勢になって30秒間キープです。とにかく腰を反らないようにしてください。こうね、反らないようにこう、この太ももの前の筋肉が伸びる位置でキープします。膝をちょっとねこうつかないようにするとここが伸びますね。はい、OK。 はい、次の体勢はですね膝立ちになります。そしたら右足から前に出して、この時出しすぎない。はい、膝の上に手を置いたら腰を丸めようとします。丸めにくい体勢なので意識だけでも十分だそうです。
骨曲に効くの？何それ？骨盤のあたりの筋肉ってこと？難しい。はい、 OK です。そしたら仕上げです。仕上げはですね、体育座りで前習いをします。こうちょっとね、腹筋使うんできついんですけど、腰を丸めといてください。腰を丸めた状態でこう後ろに下がってきます。ゆっくり、ゆっくり降りることによってね、腹筋もきついですよね。そう、ずっとね腰を丸めたまま降りるのを3回やります。はい、前習いで後ろにゆっくり腰を丸めたまま落ちてきます。腹筋みたい。手をつきながら前に切る。もう2回、もう1回か。ゆっくり、まあ、きつかったら早めでも大丈夫ですけど、ゆっくり、はい、もう一回だ。最後頑張りましょう。はい、ラスト。超ゆっくり降りてみよう。きつ。あ、ダメだ。あ、ゆっくりでいいで。まあね、最初はね、ちょっとゆっくり難しいと思うんで、できるレベルでやってください。以上で、反り腰、太ももの前っ張りを改善するストレッチをやってみました。そうですね、大体2週間ぐらい続けてもらうと効果が出てくるらしいので、簡単なメニューだけどね、お風呂上がりとかにやってみようかな。以上、ダージのフィットネスでした。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。